甲勝清は中華人民共和国の政治家、中国共産党員、婦人運動家、夫は主徳。甲州の貧しい漁師だった、子はキラブの子として生まれる。原名は、安市カツラ州。家が貧しかったため、両親は他家に次々と娘を養子に出していた。安市カツラ州は、厚生小吉安の農家だった古神道にあたる、安よきのもとに養子に出された。 公軍に入隊するまで、奴隷のように働いて生活していた。高勝清は、戦闘要員であり、二丁の拳銃と一丁の、モーゼル銃を携帯する射撃兵だった。15歳の時にはすでに岡山で戦っていた。馬を与えられており、乗馬も得意だったが、騎乗することはなく、疲労した兵士の小銃を三丁も四丁も代わりに、担いで、徒歩で行軍した。 1929年17歳の時に43歳だった首都区と結婚した。首都区にとっては6人目の妻だった。二人の間に子女はいない。調整開始の直前、800人の一体に配属されていたが、司令員が戦死したため、その後任となり敵を殲滅したことで女司令と呼ばれた。高滑清氏は、 朝鮮は毎日散歩に出ているようなものだと語るほど眼見な女性だった。敵の奇襲による弾丸の雨の中を逃走したこともあった。しかし彼女は戦闘中一度も負傷したことがないと語っている。小銃と背袋を担ぎながら大釜で畑での借り入れ作業を行った。要忠ただしかによると、高勝清は高軍に入隊した頃は、 文盲であったが、調整の頃には都下の命令書を書くまでになっていたという。当幹部の夫人のほとんどが、家庭的ではなく、高滑清も例外ではなかった。主徳の妻であったが、夫の面倒を見たことはなく、同志と呼んでいた。調整を終えた後も高級士官を目指して、勉学に夢中になった。児童養護や、婦人運動に尽力した。文化大革命中。 自宅南近下に置かれた。文革後に復権した。四人組失脚後、中華人民共和国女性連盟の主席に就任し、組織の支配権を集中化させた。中国共産党の第11及び第12中央委員会委員のメンバー、総経令基金の会長を務めた。1985年に引退し、1992年4月22日に北京で死去した。 ありがとうございます。